ほう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 おー待って今日からもしかして四月だから新しい人ってあっ、来た<タッ>桜ありがとうございます桜の木みたいなやつありがとうございます実話っぽいありがとうございます綺麗だよありがとうございます桜ありがとうございますタワー来たなって ええー。これは。だっちゃんが花より団子。の。タワー、ありがとうございまーす。の、わるたなおたんの方、空芯棒奈々ちゃんのタワー、ありがとうございます。手短すぎて、パチパチできん。届かん。<laughs> すごいね、全部新しいやん。ありがとうございます。コンコンコココン。ありがとうのクワンありがとうございます。え桜っすいえ何種類あるの新しいやつ。嘘、本当ね。ありがとうございます。桜すあ,あ,りすありがとうございます。コンコンコ,ンコ,ンコン。ありがとうのクワンありがとうございます。椿の花みたいなやつありがとうございます。貝ありがとうございます。嘘、本当。ありがとうございます。 オフショ。新しいゲストがたくさんね。今日から二十二時までできるの、うん、違う、違う。<laughs> 違,う違う、違う。と。二十二時までやるのはね。まだ先ですね。二十二時までできるのは高校生なんですけど。 中学三年生の十五歳になったら、九時までできるようになります。まだ今は八時です。中高校生になると、十時までです。桜の花、ありがとうございます。そう。みんな勘違いしないで、もうまだ、中三になるのかな、次。<laughs> 高校生になるとか、そういう感じじゃないから。<laughs> 桜、ありがとうございます。 花びらありがとうございます。まっ、まっ、まっありがとうございます。<laughs> まありがとうございます。そうなのでそうです。こんにちは中学三年生のモモでーす。でまだ学校行って サチューさんって感じじゃないけどねだとあとはありがとうございます実はっぽいありがとうございます花びらありがとうございますにおありがとうございます実はっぽいありがとうございますそう学校はねまだあと1週間ぐらい春休みだからあのね中学3年生に今日なりましたって言ってもなんかあんまないよね感覚ね <laughs> ないよねだってまだ行ってないもん <laughs> そう。でもね、どうやら中3らしいよ、今日のもも。<laughs> おめでとうも、こっちもよろしくみたいなやつありがとうございます。誰もありがとうございます。どうやらそうらしい。中3らしいです。中3になったらしいです。<laughs> 多分なったらしいです。さくら、ありがとうございます。 3年生の目標はありますか、えー、遊ぶ <laughs> えっと高校生になったら勉強が大変だと思うので高校生になるまでに遊ぶ <laughs> 遊びながら勉強するそして英語を言えるようにする。<laughs> 英語を言えるようにして、あの二、ー、年生の時より勉強して宿題はちゃんと出す。さけいさん、S K フォーティ、どっちめすの？G 四歳の平野モナです。よろしくお願いします。宿題をちゃんと出す。そう。 遊ぶ、遊びながら。アイドルしながら、勉強しながら、三個。両立させていきたいと思います。ブラックカルかける、はい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 、B から始まりますよね。小学生みたいなこと言って、もも。なんで。なんで。嘘。 本当だよ。ありがとうございます。モーターならやれそうや。<laughs> やるぞ<そ>。地 <laughs> 図はっぽい。ありがとうございます。受験生ですよ。そっか。勉強します。<laughs> はい。確かに受験生か。一日じゃあ目標立てる本当にちゃんと。 本当に真面目目な標立てるね今の全部嘘エイプリルフールだから <laughs> そうもう今日あのー、エイプリルフールだから嘘つこうと思ったのでもなん,かなんかどうやって嘘ついてるか分かんなくてうなんそう当かなんか,本当にな,んかなんかエイプリルフールって午前中に嘘つくんでしょでもなんかそう今つぼむ すごいいいほんとになんかよねどうやって嘘ついたらいいか分かんなくて <laughs> そうで考えたんですよメールでなんか嘘つこうかなと思ってでなんか嘘つくの難しくて <laughs> 嘘つくの難しくてでもうあんま嘘得意じゃなくてなんか嘘ついていいのかなって思って。 つついいててまませせんん <laughs> 今日は嘘ついてませんすぐバレるかだよねみんなすぐバレるもんね違うそれではいも,もの中学3年生の目標は1日どれぐらいが平均なんだよ1日帰ってきて。1日 3時間勉強することえっいけそうじゃないもうの中学3年生の目標は学校から帰ってきた時とか朝とかも合わせて1時間3時間勉強することじゃあ1日 <laughs> えいけないかじゃあ1時間半えでも1時間半じゃさだってさ少なくないだってほんとだってめちゃめちゃ塾行ってる子もいるじゃん学校に。 塾行ってる子もいるしでも塾行ってる子にあの条件は同じ条件であの条件は同じでやるでしょ無理じゃあ1時間半1日1時間半, 1> 1 1時間半勉強する時間半で難しい じゃ一日1時間勉強するそう一日1時間一 <laughs> 日1時間は必ず勉強するを目標にめっちゃ下手い <laughs> じゃあちょっと持った一 <laughs> 日1時間勉強するを目標に中学3年生は頑張ります遊ぶのなし アウト。アウト。ありがとうございます。そう。短くて前に続けることが大切だし、でしょ。だから、一日一時間勉強する。です。そう。そうしまーす。花びら、ありがとうございます。もし、ダメなら罰ゲーム、ね、え <laughs>、そういうのなし。<laughs> いいね、ありがとうございます。 ここここここ。大変かな。こん、ありがとうございます。一日一時間勉強できるように中学三年生は頑張りたいと思います。<laughs> はっ、桜のきありがとうございます。四字熟語でどういうこと？四字熟語で何？三日坊主みたいな？ちがう。

<laughs> あ有言実行そうそうそう、それそれ <laughs> それそれそれ、そう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  <laughs> そう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 有言実行そう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 そます。うそうそう モータンがね、モータン中3になるってびっくりだよね。モータンもびっくり。モータンもびっくり。今日は勉強したら、今日は本当に、勉強っていうか、う自分で見ず、うん、勉強っていうか、宿題終わったんです。あと1週間、まあ、1週間ぐらい学校ある、お休みあと1週間、春休みがあるんですけど、宿題。 終わっほんとにエンプリルフルじゃない終わったはい終わったはい終わった今日もう終わらせたのおとついぐらいにまだ英語と数学しか違う国語と数学を先に終わらせてそれで昨日の夜に一気に社会を全部終わらせてそれで今日もう絶対終わらせたいと思ってそう もう3年生になったし、1日で宿題たくさんやろうと思って。そうだから、中学3年生になって1日目はなんか、いい感じに過ごせたと思う。そう、いっぱい勉強した。勉強って言う宿題 <laughs> 理科と、英語16。16! 理科8ページ、英語8ページ、16ページ終わった。 もうね今日ね1日で18ページやったのすごくないありがとう <laughs> そうエイプリルフール違うってほんとほんとのほんとそうほんとにママ、まあ、今日終わったんですイエーイほんとだほんとにすごいでしょ だから明日からはあーのーちょっとずちょっとずつじゃない明日からは1時間ずつ頑張って勉強していこうと思います桜の花びらありがとうございます毎日コツコツがいいんだけどなだから毎日コツコツ宿題じゃなくて勉強するのなんか宿題っていうとプレッシャーすごいじゃんやらなきゃいけないって勉強だとさ自分でやるっていうさいやよくわかんないやまあいいやおたてまーす <laughs> 綺麗でありがとうございます。花びらありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。やん。ちょっと待って。来た。ついにお勉強できるキャラに変更。お勉強できるキャラに変更したいんだけど、頑張ってもそんなキャラにならないの。<laughs> 元がおバカさんだとね、頑張ってもね、天才キャラにはならないの。<laughs> はい。六百六、六百八十六日。ありがとうございます。今日、宿題もやったんですけど、今日本当に一日超有効活用したの。<laughs> 宿題終わって、午後もちょっと宿題をやって、終わったんですけど。 30分ぐらい30 20分ぐらいかな20分ぐらいであもともとはちょっとちょっとお部屋が最近汚いちょっとねちょっと散らかってきたかなみたいな思ったからもう20分ぐらいで片付けました部屋をお部屋を20分で片付けて20分で綺麗になるんですよ日頃から綺麗っていう証拠ですね <laughs> それであの 勉強机に入っている中学2年生の教材を全部あのー、1年生のその棚みたいなところに1,2年生を全部1,2年生の教科書を全部移し替えてもう勉強机に中学3年生の教材がいつでも入れるようにしました前もらった中中学3年生の教材をちょっとだけ入れました。 おつって感じはいということでおたてまーすめちゃくちゃ自慢してくるやんだって <laughs> だって自慢できることしたの<ー>すんまそんすんまそんもう一回いきまーすあきたごめん

中学三年生になってちょっと大人になったのでちょっと大人っぽい曲歌いましたはいありがとうございますそしてランキングアンバーに皆さんにいます大富豪の CM 大富豪 CM 決定しました <laughs> イエーイ皆さん本当に本当に毎日大富豪たくさんたくさんやってくれてありがとうございます 皆さんが毎日やって毎日ねたくさんやってくれてるおかげで2回目の大富豪支援もそういうことができましたそれはダメーがまた来るかもかもなんてね <laughs> ぜひ楽しみにしててくださいめっちゃ嬉しかったですぜひまた 流れでの楽しみにしてってください <laughs> 嬉しい本当に皆さんたくさんやってくれてありがとうございます4月からもまたみんなと楽しくライフをやりたいです桜の花びらありがとうございますさてありがとうございますゴンゴンゴンマリゲーコの奥マンありがとうございますそれではランキングにます1三位の メロンソーダの中に白クマが怒っちゃったオーマイガーのアバタンの方ありがとうございます十二丸のクマさんに天使の羽が生えちゃったアバタンの方ありがとうございます十一の生まれたのアバタンの方ありがとうございます十一の生まれたのアバタンの方ありがとうございます ちゃんが一に野球しやっぱね4月の最初だからホームランじゃなくちゃ8位のうさちゃんがにんじんかじったらあばの方ありがとうございます間に合った来てくれてありがとうございますラッキー7点々のふイちゃんのあばたの方ありがとうございます 6位のももの得意なアバターの方ありがとうございますエプリルフルって午前中だけでしょ一日でしょ5位の生まれたのアバターの方ありがとうございますあ,あ変わっちゃった12位クさんのアバターの方13位くまさんのアバターの方 十人生まれたのアブタの方、十一位生まれたのアブターの方、十位ぴょんちゃんの一番のアブターの方。九位ウサちゃんは人参のアブターの方、八位ふいちゃんのアブターの方。ラッキーセブンも,もの得意のアブターの方、六位生まれたのアブターの方。ありがとうございます。ぽい。の生まれたのアブターの方、ありがとうございます。四位。の生まれたのアブターの方、ありがとうございます。

クのクマさんが花より団子してらパワーもありがとうございますそれではいきます、うん、せーの l o v e の生まれたのボタンの方いつもありがとうございます ではいきますイヤリングなんだろうカラフルなハートでーす,、うん、きますありがとうございます。 いいいいねでで<きた> <laughs> はい、<laughs> 以上ですととうことで <laughs> 今日の大富豪は21時から21時半までやります。 もまだ大丈夫です。ぜひ対戦四月も対戦よろしくお願いします。ガチャがねあの新しいのが出たのでアイコンのあの可愛いやつとかカードもね新しいやつが出たのでぜひゲットしてください。もうアイコン引きます。モータイさんありがとうございます。モータイさんありがとうございます。 大佐塚からありがとうございますよし当たりますように中学3年生になった桃はライフ王が強くなっているでしょうかっこ多分 <laughs> 4月もよろしくお願いしますそうですねあの今年今年じゃないね中学3年生になっても引き続き桃の応援よろしくお願いします <laughs> 皆さんも今年今年じゃないけど今年度そうそうそうそれ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 今年度も頑張ってください三千四百六十五人の方見てくれてありがとうございます大富豪大戦ぜひよろしくお願いしますあと今日からアメブロの毎日毎日アメブロみたいのが始まります <laughs> あのチリさんとジルナさんとの卒業コンサートまでの間 毎日アメプロ上げていきたいと思いますぜひ今日も後で上げますぜひ見てくださいそれではにします左手出して右手出してせーのにありがとうございましたバイバーイありがとうございましたバイバーイ